買い物三昧。見たくない見たくない。はい、ホームセンターで今日は、はい、たっぷりセルフビルドグランピングというのを作るんで、そのために、必要なもの全部ここで調達して、ホームセンターでできるグランピングというのをやろうということで、土台の 2x4 とか 2x6、 それから買って上にテント買って、もうまあ見ながら探ってみたいと、作ってみたいいやー、これもうね、これ江南さんってもういっぱいあるから、ここでほぼ揃うんちゃうかな。これデッキ材、デッキ材の大引きっていうかな、ネタっていうのかな、もう下にこういう風に立てて、この上にこうデッキ材を張っていくわけだ。デッキ材を張っていくときに、これは2x4だと狭いから6のやつ。ただこれは6フィートだから、これを倍にして12フィートにして、でこれがまあそういうデッキを張る下の材ね。 2x4 というのがこれやね。これをこの上にずっと張っていくという立派な材だな。あのな、2インチの4インチ、これを100何本いるわけですよ。ちょっと塗料も買っていかないとカビが生えてしまう。今日はちょっと買い物三昧、すっごい金額になると思うけども、金は持ってきたから。あ、ないかな。こんなんで買えるかな。2万8000円ぐらいしかない。無理かも。事務所の金庫番がついてきたから、そいつのカードで逃げたな。見たくない見たくない。 2x4、2x6 の、材料だけで今182,652円けど、想像しているデッキができるとすればそんなに高い値段ではないと思います。業者さんとかそういうところでちゃんと頼んだら、もともと高くなるから、何十万ってするところを DIY でやるからこのぐらいの値段。おーいおーい、おー、うちの仲間がすぐ近くに住んでいる。どうもよろしくお願いします。僕は地元なんで、すぐ近くやってね。ええ、10分ぐらい。あー、なのでお手伝いしようかと。 OK、 はい、自然暮らしの仲間です。お願いします。リフト、そうだよ、リフトで行きます。はい、じゃあここで待ってようかな。ただ向こうでは手で下ろさないで。そうですね。塚ちゃんとはもう行ってるかな。まだまだ。昨日リキさんから連絡があって、うん、リキさんは10時頃に行くって言ってましたけど、うん、あとはちょっと渋滞がこっからの場合どうかですよ。これまたアクアライン、アクアラインじゃなくて、こっちからだと乗れないので、一回戻って湾岸市川から京王道路をそのまま南下して、立山道に入って鴨川有料みたいなところを通っていく感じ。その方がいい。その方がいいと思います。俺今朝くるりまで行って、そこからくるりと回って、はい、こっちへビュッと戻ってきた、はい、今のはなんかリアクションした方がいいんです。スルーしやがった。どうしようかなと思って。デッキ材の基礎を立てるための穴掘るスコップと、水平取るときに前あれやったでしょ、あのホース、はいはい、めんどくさいから電気機械買ったのかなと。普通のスコップはこれだとね、土掘れないのね。ケンスコって言って、先っちょがとんがったやつじゃないと土は掘れないの。これ雪用のやつですよ。うわ、もうね、俺もホームセンター大好き男だから。あ、電動工具。本当ですよね。これいるんですよ。それでこうやってやるから、あんまり短いと腰が痛くなるから、長めのやつを持ってると楽になる。
とね、さっき言ったその計測器を、あ、これかな、うわ、高っ。はい、諦めました。水平出すのは水平器で出します。高い。あ、木の時間ないから、あれをちょっと止めるのね。この間使っちゃったいいビスというやつを、さっちゃんのやつを返さなきゃいけないから、もっといいやつだったな。これはステンレスだからすごくいいんだけど、25ミリじゃ短すぎるよね。みんな見たがるんだよ。ちょっと細いな、ステンレス。このネジ、あ、これっぽいね、うん、こんなやつだったよね、あの時無理やり奪い取ったやつ。出せよそれ。買ってあげるから。よし、出しなさい。買ってあげるから。ほんとにもう塗料、あ、塗料あった、こっちだ。デッキを、あ、これこんなやつ、ふんが、それとローラーバケがいるな。これだ。うん？これがいいけど、これどこにつけるんだ？軸がないよね。あ、すいません、これ使いたいんだけど、これ中身はどうなるんだろう。入るもんがないるんじゃないの。ちょっと確認しますね。不思議やな。これはできない。これもできないじゃん、これね。これはどう。なるほど。ほら、これの、これのことに。あ、だからこうなってるんだ。あ、これや、これ。これがあればいいの。あ、それで中に入れてですね、この本体ですね。これ、これ用のやつじゃないから、この。商品交換時期のやつで。あ、そうなん。オッケーオッケー、こっちでやるんで大丈夫。ありがとうございました。すいませんでした。カート出てる。お前な。いや、どこにいましたっけ。この間終わった頃、国橋さん終わったかい。よっしゃー。